任天堂 3DS の通信機能をご紹介します。任天堂 3DS の通信機能を使うと遊びはもっと広がります。任天堂 3DS を持った人同士がすれ違った時にすれ違い通信が起こります。任天堂 3DS 本体を自動的に探し出し情報のやり取りを行います。すれ違い通信を受信すると本体のお知らせランプが緑色に光って教えてくれます。例えばすれ違いミー広場ではすれ違った人のミーが広場にやってきます。国や地域など相手のプロフィールを知ることもできます。ニンテンドッグスプラスキャッツではすれ違った人からプレゼントや写真をもらうことができます。やってきた子犬と公園で一緒に遊ぶことも。他にも様々なソフトですれ違い通信をお楽しみいただけます。すれ違い通信は本体にソフトが刺さっていなくても利用できます。最大12種類のソフトを登録して同時に通信を行うことができます。無線でインターネットにつながる環境なら任天堂 3DS はゲームの追加データや無料ソフトなどのいろんな情報をあなたの知らない間に受け取ることができます。本体のお知らせランプが青色に光ったら受信の合図です。例えば本体の新しい機能の追加をお知らせするメッセージが届いたり、無料のソフトがいつの間にかホームメニューに増えていたり、遊んだソフトを登録しておけば追加データやソフトごとのさまざまなお知らせを受信することも。任天堂 e ショップではインターネットを通じて映像を見たり体験版をダウンロードしたり、任天堂 DSi ウェアや懐かしのゲームソフトなどをダウンロード購入することができます。任天堂 e ショップは2011年5月末頃を予定している本体更新後からご利用いただける予定です。任天堂 3DS。